じゃあね、ゲートタイタンを組み込んだ MP5 クルツ、これで、打っていきます。もうね、このストックレスなんでなかなかこう狙いを定めるのは難しい。トリガーはね、非常に軽くて軽快で、トリガーのストロークも詰めてありますから連射が容易ですね。で、今バーストモードにしてます。うん、あんまりね早く行くとバーストにが、まあ、発射されないんですけど、まあ、タイミング見計らって打てばこうフルオート並みのね、制圧力で出ると思います。おお、疲れる腕が。それでは距離 30m でマンターゲットを打っています。センターサークル狙って打ちます。うん、クルツなんでね、こうストックがないんで、バーストで打つとですね、やっぱりこう反動で銃がブレやすいんでばらけますが、まあ、セミオートだったらこうじっくり狙ってセンターサークル当てていけるんじゃないかな。でマンターゲットバーストでも外さないですよね。こんな感じ。じゃあ 40m を打ちます。クルツなんでね、こう両手でホールドしてストックレスで打ちます。マンターゲットにはなんとか十分弾幕を張れる感じのまとまり方をしてますね。初速を測ります。気温は 30.7 度、湿度 53% です。弾は 0.2g、 ベアリングバイオ BB 弾、東京丸井製です。 82.12、 81.77、 81.41、 81.26、81.72。 トリガープルを測ります。117g。 118g。 もうね、これすごい軽いフェザータッチ、触れただけでね出ちゃう感じはあるんですよ。だからあまりにも軽すぎるっていうのもまあちょっと考えものなんだけど、連射は容易になりますね、軽いと。